ちょっと皆さん、50メートル5秒台出すぎ。皆さんは最近こういうニュースを目にしたのではないでしょうか。50メートル5秒32の俊足、50メートル5秒42、50メートル5秒台前半などなど、野球選手において50メートルという指標が主に用いられていますが、そのタイム本当ですかということなんです。詳しくない人だとわからないと思うんです。まあ、いかにね、この50メートル5秒台っていうのが大体の場合偽50メートル5秒台であるかと。そして野球界だけじゃなくて、やっぱ他のスポーツ界へのタイム計測の提案も含めてですね、今回の動画ではちょっとやっていきたいと思います。で、まあ50メートル5秒32、5秒42、まあ言うならいいんです。言うだけならば、ただ報道されちゃっているので、報道関係者も含めてですね、ちょっとやっていきたいんですよ。で、50メートルの通過タイムと100メートルのタイムまとめてみました。主な選手を、こちらなんですけど、ウサイン・ボルト選手9秒58っていうのが陸上界では世界記録として認定されています。で、その中で50メートルの通過っていうのは5秒47です。これは追い風 0.9 メートルっていう追い風の中で測定されたとはいえ、ウサイン・ボルト選手は5秒47で50メートルを通過します。はい、そこで桐生選手、2013年の高校3年生のインターハイで出した100メートルのタイムは10秒19でした。その時の50メートルの通過は5秒71です。続いて2017年の日本人が初めて9秒98を樹立した桐生選手の100メートルの50メートルの通過タイムなんですが、5秒64ということで、例えばこの野球の並木選手であったり、磯畑選手が50メートルで走ったとされている5秒32や5秒42をもし本当に走ったのであれば、ボルトの、に対しても、50センチから1メーターの差を50メートル地点でつけていて、なおかつ、桐生選手には2メーターほどの差を50メートルでつけているっていうことになります。しかも、スパイクなし。と、まあ、こう並べてみるとですね、このタイムがいかにありえないかっていうこともわかると思います。で、またですね、こちらにまとめたのは、先ほどの選手、グラフにした選手含めですね、さらにアジアで最も有名とされているソヘテン選手と、日本のエースである山形選手、それぞれのベストタイムのですね、通過タイムと 100m のタイムを、記録をですね、グラフにまとめたもの、これ見てください。で、それを見ると 50m の通過、ソヘテン選手は5秒52、山形選手は5秒59ということで、それでも5秒5台なんです。指導計測とはいえ、5秒3、5秒4をバイクで走れるっていうことはまずありません。で、もし 50m のタイムで通過できたとして、少なくとも何秒のタイムが出るかということなんですが、 100m 並木選手10秒06だと、磯畑選手10秒21が出るということなんですよ。10秒06っていうのが陸上界でいうとどういうタイムかっていうと、まあ、今季の日本歴代でも、まあ、普通にトップ10に入るタイムだと思います。10秒21であれば、今年の日本選手権の優勝タイムは向かい風でしたんで10秒27というタイムでした。そのタイムよりも早く走れちゃうっていうことなんですよ。こういうタイムがなんで生まれてしまうかっていうことなんですよ。で、この論文をね、調べました。どの程度の誤差が本当に手動で出るんだということを調べた論文があるんですよ。で、こちらをちょっと見てください。こちら、ストップウォッチを用いた50メートル走タイム指導計測における系統誤差、偶然誤差の定量ということで、ストップウォッチとビデオを使った実際のその精密な測定と比べてどれぐらいの誤差が出るのかっていうことを調べた論文です。で、この研究ですね、8人の走者それぞれに対して16回50メートルを走ってもらいます。さらにそれをですね、8人の計測者がストップウォッチで計測します。そして1人はビデオによって計測します。ストップウォッチの計測は合計1024回行われたわけです。で、その1024回のデータの蓄積の結果ですね、誤差は系統誤差、すなわち必ず起きるであろう誤差として 0.27 秒早くなるという結果が得られたんですよ。で、そしてですね、驚くべきことに1014回のその試技のうち1008回は指導計測の方が明らかに早いタイムになったと。ということでですね、必ず手動計測の方が早くなるんですよ。で、この実験は、しかも陸上競技のルールにのっとって、クラーチングスタート、で、ターターントラックで走って、さらにスターティングブロックも使った状態で、この差が出るわけですので、さらにこれに準じていない可能性のある、他のスポーツでの測定というのは、やはり陸上競技の記録とは比べてはいけないですし、タイムも他に出すようなものではないと思います。じゃあ野球選手や
他のスポーツ選手が自分のスピードを証明したいときにタイムを測定したい、その時に手動じゃなくてじゃあどうやって測定しろよっていうことなんですよ。まあ陸上競技場で測ることもできるでしょうけども、やっぱり貸し切るっていうのはハードルが高いし、どうしようということで、陸ナビワールドアスレティクスとしては TT マスターという製品をちょっと推していきたいと思います。これはですね、僕も使ったことあるんですけれども、本当に正確な値が出ます。でなぜかっていうことでですね、これスマートフォンで自分のゴールの瞬間を写真判定してくれるツールなんですね。で写真判定っていうこの図がまあこんな感じになってて、あの胸、陸上競技のルールでは胸がゴールした瞬間が本当のゴールの瞬間なので、自分の胸にその線を合わせてですね、あのゴールの瞬間を正確に捉えることができます。でこれによる誤差はわずか 0.01 秒とされていて、指導計測先ほどの 0.27 に比べればもう10分の1以下っていう圧倒的に少ないあの誤差です。でこれも本当に陸上競技場で写真判定機借りるよりも圧倒的に安価であの測定ができるので、こちらをぜひあの陸上競技部以外の野球部、サッカー部など他のスポーツをやっている皆さん、そして報道関係者の皆さん、これを押してあの正式なタイムを広めて、やっぱりその陸上競技の選手たちがやっているシビアなタイムに対してですね、それの間違ったタイムを広めるっていうのはやっぱりそのおかしいことだと、やはり失礼なことだなと思うので、正しいタイムを測定できるツール、これを使ってあの自分のタイムはこうだと言ってくださいということで、陸ナビワールドアスレティクスでした。あのまたあの動画をお楽しみに。バイバイ。